皆さん、こんにちは。小野健テニス相談所の小野健です。皆さんにお知らせがあります。小野健テニス相談所の投稿頻度と投稿時間が変更になります。これまでの投稿時間は夜8時、投稿曜日が水曜日と日曜日でしたが、これからは週3日の月曜日、水曜日、土曜日の夜7時、19時からご覧いただけます。このように投稿頻度が上がるということで、皆様のリクエストや相談により寄り添ったチャンネルになっていくんではないかなと思っています。また、8月1日からは、Twitter の方でテニスの裏情報や、こういった YouTube の撮影の裏場面、などなど配信していこうと思っています。このように更新頻度を増やした背景には、初心者から上級者まで、より高い頻度でテニスの情報に触れていただきたいという思いがあり、Twitter の方もまめに更新していこうと思っています。また、以前から YouTube のライブ配信などを行って、皆さんとコミュニケーションをとっていましたが、Twitter のスペースという機能も使って、皆様ともコミュニケーションが図れるようになっています。他にも、こういった企画が必要し、こういったコミュニケーションを取りたい、というような、案がありましたら、YouTube のコメント欄や Twitter のダイレクトメッセージ等で提案していただければ嬉しいです。このように更新頻度を増やして、ますます皆様により有益なチャンネルにしていこうと思っておりますので、皆さんのご声援よろしくお願いいたします。